何してんの、何してんの。どうも、こんちハウス101号室80です。そしてカメラマンは平岡です。お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。何やねん、今の。いや、何やそれ。それ何やねん。そう、ね、顔強い。動きより顔強いって。今日やることの特訓というかリハーサルですよ。え、どういうこと。まあ、なんか、はい、捕まえる的なニュアンスですよね。そうですね。嫌やで俺、101匹捕まえるまで帰れません。 あれはねシンプルに確かにしんどかったからね。101種類や、肉体的疲労。今日はでも下手したらそれを超える。嫌やで、体力きついて。まあ、タイトルとかもあるんで視聴者の人は分かると思うんですけど、はい、はいはい、平岡さんのためにね、ちょっとある写真をお見せします。はい、昆虫ハウスのお庭です。昆虫ハウスの庭、これ違う。正解でございます。むせんのかい。蜂の巣です。蜂の巣、スマブラでもとんでもないアイテムだからね、蜂の巣って。いや、まあ確かにな、ずっと攻撃されるやね。蓄積ダメージで言ったらクッパのファイヤーより強いから。いや、強いけど。足長町、足長町なんやね。はい、まあ、確かにちっちゃかったもんな。自分らで駆除するしかないなということで。どうも、ここ。はい、そうでございます。マジ、こちらのクリアスライダーを使って、これ。いやいや、顔顔で行くの。危なたしかめんヒロポンさんという蜂を愛してる YouTuber さんがいるんですけど、はい、その方が言うには、パッてやって、はい、スルッてやる、はい、この方法だったら簡単に捕まえられますよと。で、今たまたま留め具外れましたけど、これも外して、これがあるとね、この要は隙間から逃げられてやられて30%、40%、50%みたいな。何スマブラの蜂がすぎて。いや、大丈夫。それって、まあ、うん、まあ、慣れてる人とか、まあ、はい、一般の方がやればいいですけど、蜂割って本当そういうの不器用ですね。不器用ですから。だから蜂が、まあ、その活動しなくなる夜、その時間にやれば、まあ、本当にね、もうおとなしくしてるんでいけるということだったんですけど。なるほど。めちゃくちゃ汚いホワイトボードで、ね、汚い。そっちの方にちょっとね、うん、散るんですけど、情報が。なんか歪んでるしな。どういうことですか。これうちの庭の感じなんですけども、はい、窓ですね。窓、これは僕が寝てる部屋。寝てる部屋ですね。はい、そこブラジャーとかこの辺に助走してるきついって。蜂の巣がここの壁のここにあるんですよ。あ、横側ってこと。はいはいはい。なのでクリアスライダーポンっていけると思ったんですけども、はい、これがちょっとね、厄介なことによく見たら塔の方にくっついてて壁にもくっついてるんですよ。ああ、なるほどね。ここに段差があるから、はい、クリアスライダーじゃあガッいけないんですよ。これ大誤算で、じゃあどうするかって言ったら、塔を出して接着面をここだけにして、これだったらクリアスライダーでいけるんですよ。まずその塔を出して1面、まあ要はこう2面重なってるってことよね。はい、それを1面にしてやらないか。まずその作業から。いや、その作業はもうそして終わってるんです。あ、なるほどね。はい、あ、いいや。蜂の巣が密着してる塔の方をですね、なんとか引いていこうと思います。蜂に刺されても大丈夫なようにね、しっかりと手袋とこちら服をねまとって、で、僕は一応サウスポーなのでね、文系の右手の方を一応犠牲にします。あ、怖え。これふっとやってすぐ閉める。いや、ラグあるな。ダメだ、硬すぎる。まずは手前の方から。怖え。これまだ生きてる？え、しまった。蜂の巣、ここに蜂の巣がもう一個ありました。ええー、2個あるってこと。ありました。マジかよ、本店しか見えてなかったけど支店がありました。この後こっちのね、塔をね引かないといけないのに、どうしようか。マジかよ、冗談じゃねえって。うお、バレてないね、まだ俺だと。おっ、出た。会社、はい、取れるのか。もういませんね。いないよね、約束してよ。見事捕らえました。80VS 足長町店一騎はとりあえずここで勘ですね。それはこれですね。なるほどね。うん、いや、できたんや、ここまでは。そう、なんかね、大きさ的にはなんか本当作りたてというかね、作ってる最中だったみたいな感じ。こちら、はい、いました。これで一つ目終わったと。奥の方にやったと。2個目じゃあ引っ張ってみようと思ったら、はい、蜂がふーんって飛んできてん、ここ。行きます。え、どういうこと、何これ。
このアングルって思ってびっくりしまして、びっくりした、ここにもありました。いや、あんのかい。びっくりして俺がこれ気づき遅れてたら終わってた。どうなってた。だから何パー、 80%90%。 いやいや、スラブラでバストするやんお前。でも、まあ、多分ね、もう大きさ的にはこれよりちょっとあるぐらい。これが2号店なんだよね多分。これは3号店を作ってる最中だったと思うんですよ。なるほど。どうしようかこれ。ここはすいません、ちょっとさすがにですね、至近距離すぎるので網戸越しにこちらの泡で仕留めたいと思います。ごめんな、頼む、これで浄化されてくれ。おお、見えますか、蜂が、泡だらけの蜂が出てきました。苦しんでますね、申し訳ないな。頼む、悪いけど倒れてくれ。戦えるというのか。まだ、よしよし、落ちた落ちた落ちた。ああ、まだいる。苦しんで網戸で攻撃しようとしてきたんですよ。網戸越しの前に、網戸越しで俺が見てガーって。お互いそもそもここにちょっとね、蜂の巣があることが予想外だったので、この戸の間とかにもね、もしかしたら支部があるかもしれませんので、はい、蜂アブバズーカジェットってのを買ってきましたんでね、念のため駆逐していこうと思います。音でかいな、食らってる音はする。何匹かいますねやっぱり。あ、すいません、ミンカムシ危ないので避難してください。僕も名前がハチマルっていうからでしょうか、心なしかちょっとね、この匂いが苦手ですね。飛べそうにない。想像以上に言うな。ハチシグレなんて初めて聞いたぞ。おお、出てきた出てきた。めっちゃ出てきためっちゃ出てきた。僕はラスボスマンにたどり着けるんですか。ちょっとずつ避けていく。硬えな。あ、ちょっと今グニってなったね。やったよ俺、ついに扉が開かれた。窓で今、まあ窓は隠されてる状態。はい、台風が来る時によくやるやつ、ね、やるやつの状態になってるか。マジで何か問題があるヤバいやつの家みたいになってます。だから中に何か行われてる。庭に回り込んで見てみたんですよ。はい、はい、びっくりです。何でしょう。こっちでやるんですよ。マジかよ。くっついてきたんや。こっちについてきて、こっちの方に本店が移りました。うわ、だからいずれにしてもちょっと段差がある状態、はまっていかない可能性あるか、感じもあるね。これはだからその手回り込んで今からやるんですけども、ここに殺虫剤かけた時に、はい、ここだけとは思えないぐらいすごい音がしたんで、もしかしたらこいつらも言ってる。なるほどね。蜂がいすぎて明らか無理だと思った場合は、うん、バズーカかけます。そこにもうやるしかないよね。やるしかないですね、うん、できればね、まあ、虫チャンネルだからなんか殺しておしまいよりは、そうやな、いましたっていう映像にはしたいので。いや、行きましょう行きましょう。家の裏来ましたよ。そうですね、緊張迷惑でもあるからあんまり大きな声も出せず静かに行きましょうか。曲がったらもうすぐそのさっきの円の書いてあった窓と、うん、窓がじゃあ今閉まってる状態、ね、閉まってる状態です。あれですね、こちらが本店ね。はい、あれ本店です。幼虫みたいなのいるんですよ中に。ああ、確かにいますね。ごめん、なんか別の飛ぶやつやった。どこ行くこれ、こう。ねえねえ、怖くなってきた。イメージで戦ってるやつ行くしかないね。時間かけたらお前騒いでまんねんから。さっとさっとさっと来て、さっと来て。いやいやいや、向こうも絶対怖いやろこいつ。おかしいよ。ドッジボールしてんのお前。いや、すごいやん。いけたやん。怖かった。いや、すごい、見事です。いやさ、でもさ、あの手こずり方やばかったね。絶対弾いたら終わってた。くっついてるところをほんとねじ切ったって感じか。はい、すごいね。てか、ごついな。結構ごつくない。ごついですね。ここあ、いますね。はい、もうこれどうなの、生きてんのかな。でもやっぱこっからもうどんどん出てくるんだろうな本来だと。この蓋がしてる方は多分サナギとかがいると思うんですよね。なるほどね。そこに関してはここから出てくる。うわー、びっくりした。ねえ、怖い怖い怖い。どうした。あ、今いた。なんかいる虫が。あ、出てきた出てきた。ほら、え、あ、動いてんのこれ。成虫が出てきた。
危ない、ドロータイピングね、すごい怖いな、嘘でしょ、マジや、衝撃映像や。